はい、横浜着きました。ランドマークタワーです。ヤマハやっぱり YSP 到着です。大体200キロぐらいで空になると思うんですけど、はい、一回止まるまで乗ってほしいんですよ、はい、ガス欠するまで。ガス、ね、でそしたらこれ反対にすれば、はい、JST マークです。久しぶりの動画になります。久しぶりの動画なんですが、いきなり今日は軽トラックです。なぜ今日軽トラックかと言いますと、これからですね、2代目になりますけども、バイクの納車に参ります。軽トラックで取りに行こうということでございます。今回のですねバイクなんですが、昨年 YSP 横浜戸塚の方で YouTube ご覧の方はご存知かと思うんですけれども、プレゼントクイズ昨年やっておりました。で12月の25日、クリスマスの日にですね、抽選が行われました。その抽選の結果、 JST マーク私に当たったんです。当選しました。やった、なんと当選してしまいました。それでですね、バイクは TW200 なんですが、これからですね横浜の方に向かってですね、納車してまいりたいと思います。また横浜に着いたら上げていきたいと思います。よろしくです。横浜着きました。ランドマークタワーです。みなとみらい着きました。ここに来ると横浜らしいですね。日本丸も見えます。 GoPro 映ってるかな。今日来たのはこの軽トラです。軽トラでやってまいりました。今ですね2時過ぎるんですけれども、先ほど、ハワイアンカフェでちょっと食事をしたところです。これから YSP 横浜戸塚に向かってまいりたいと思います。 YSP 横浜戸塚到着いたしました。ヤマハやっぱり YSP、はい、到着です。どこにあるんだろう。あ、あった、目の前にあった。どうもすいませんです。ついにこのバイクです。来ました。マフラーが真新しい。塗装すごいですね。塗装綺麗。そうですね、これ、ね、ね、シートも、シートもすごい。あと動画じゃ出てないですけど、リアサスも新しいですよね。あ、そうなんですか。あ、本当だ、リアサスもそうだ、本当だ。一応楽しんでいただく別車にはなってるんですけど、まあ、お金かかりそうなところはあらかじめやってあるので、ありがとうございます。あとはちょっとずつ楽しんでいただいて、はい、で
昔からバイク結構乗ってらっしゃるんですけど、チョークがあるんですよ、この辺って分かりますかね、はい、でエンジンが温まるまで待っていただいて、はい、温まったらチョーク戻して走っていただくような感じですかね、はい、あ、そうですか。スターターないのかと思って、スターター入れようかと思ったんですよ。ああ、そうなんですね、うん、ついてますよ、うん、めんどくさいですからねそうですあとは燃料系がないので、ああ、はいはい、この頃の燃費力、燃料系がないので、そうですね、これでまずガソリン満タンにしてもらったら、ゼロにしてもらって、はい、で多分大体200キロぐらいで空になると思うんですけど、はい、一回止まるまで乗ってほしいんですよ、はい、ガス欠するまで。ああ、ガス欠、ね、そしたらこれ簡単にすれば予備燃料出ますから、で、その距離を覚えておいてもらって、例えばじゃあ180キロで空になったら、簡単に言うと90キロの時大体半分ってことじゃないですか、で覚えていただければ大体のその、予備燃料ね、あれが分かると思うので、はい、これあれ、音が下です。音が上か。これ矢印。ああ、音が下。こっちが音ですね。こっちの音ですね。はい、でリザーブが、予備燃料がこっちですね。うん、なるほど、なるほど。今結構入っちゃってるんで、はい、あ、まあ、そうですか、ほとんど入んないと思いますけど、はい、一応スタンドで、ね、乗られる前に給油していただいて、はい、でこれゼロにしてもらって、はい、そこから乗っていただいた方がいいかなと思います。はい、わ、はい、かりました。本当はね、タイヤとかも別に山はあるんですけど、できれば本当は変えたいところなんですよ、ただもうこれ皆さんの視聴していただいた広告収入で作ってるんで予算がなくていやいやいや、この終わっちゃってるんで、あとはそのご自身でちょっといろいろやりながら、はい、いろいろ試してます。今これすごい調子いいんですけど、すごい調子いいですけど、ただその地元に乗って帰られた時に、あまりにも環境が違うので、多分そのキャブのセッティングをした方がいいと思うんですよ。ああ、なるほど。この頃カスタムって乗ったことあります？いや、ないです。ないです、結構繊細で、例えばその被る、かぶって、はい、ありますね。かぶって止まっちゃうんですよ。なので特にこういうパワーフィルター、最初もしかしたら出下げで止まっちゃうとか出てくると思うので、はい、逆に家の近所でまずしばらく、乗って乗りましてもらって、はい、キャブのセッティング出していただいてからその遠乗りする方が、なるほど、横浜で今もう合わせてはあるんですけど、あ、なるほど、ちょっと多分気温とか全然違いますよね、きっとね、はい、違いますね。なのでなんか雪降りそうだって言ってました、はい、今雪降りそうだから多分しばらく遊んでいただければ付き合い方が分かって、はい、今のバイクみたいにこう言うこと聞かないんですけど、多分付き合い方分かっていただければ、はい、分かりました。いいと思うんですけど、もしかぶって止まっちゃうようでしたら、少しやっぱり濃いめにはしてあるんですよ。あ、そうですか。薄いとエンジン壊れちゃうもんね、なので止まるとしてもかぶって止まっちゃうだけなんで、はい、最悪そのプラグレンチ、持ってとプラグだけスペア1本持ってれば、止まっちゃった時多分プラグ変えれば動いちゃうんで、はい、そんなレベルですから、はい、分かりました。正直そのままほっといても、はい、多分30分ぐらいほっとけばまた動いちゃうんですけど、はい、もしかぶっちゃうようでしたら、はい、そういうふうにやっていただくか、もしくは最寄りのショップとかで、いや、楽しんで楽しみますこの辺だとね、もう乗ったんですけど、あ、そうです。すごい何回かジェット変えて、今すごい調子よく走るようになってるんで、多分そんなに、多分大丈夫だと思うんですけど、はい、一応その近所から遊んでもらって、はい、分かりました。がいいかなと思います。ただお金かかるところ、例えばそのチェーンとかスプロケットとか、そうですよね、これね、直してくね、新品ですからすごいなと思ったね、本当に。なのでこの先は、いや、安心です、ね、古いバイクはね、や、部品がなかったりとかいろいろ、前に苦労したことあって、はい、買い替えたんですけども、結構そういう部品のとか交換が大変なんですよね、はい、これは多分大丈夫なんですけど、ただその本当にキャブだけだと思うんですよ、はい、ただみんな当時これが流行った時は、みんなこれで勉強しながら乗ってたんで、止まっちゃうよってセッティング合ってないじゃないの、プラグ見てみればなんて、みんな若い子たちはこれで遊んでたもんなんで、なるほど、そういうことだけ分かっていただければ、はい、多分楽しいだけだと思うんでジェットボーガンなんかお金かかんないですから、はい、もし自分でできれば、はい、本当に何ももしないので、はい、まあ、遊んでいただければいいのかなと思います。ノーマルのクリーナーに交換しようかなと思ったんですけど、そうなると、
本当に普通に走るようになります、うん、多分セッティングもクソもなくなって、はい、通勤にも使いたいなと思うんで、雨の日とか嫌だなと思ったから、でしたら、そのノーマルクリーナー買ってきて作ってあげて、多分ジェットをノーマルのバンテリーに戻してあげれば、あ、ジェットに戻さなくてはですよね、今セッティングがね、なるほど、ちょっとこう、なんていうんですかね、そうすれば多分すごく、本当に普通になると思います、わかりました。当時がやっぱりこの仕様だったんでね、この仕様になっちゃうんですけど、はい、鍵にちょっとだけ癖があって、こうハンドルロックするときについに TW 納車されました。軽トラでやってまいりました。はい、こんな感じですね。すごい綺麗なんですよ。塗装も綺麗で、シートも貼り直してます。マフラーは新品で、なんとリアサスも交換されてます。ありがたいです。